皆さんこんにちは今回は100均ジェルネイルの中からボルドーやワインレッドなど深みのある大人っぽい赤色を集めてみましたそれぞれどのような色の違いがあるのか比較しながらご紹介します動画後半では100均ジェルネイルの中から集めたこの深みのある赤色ジェルを使ってネイルデザインを5つやってみたのでご紹介しますこの季節になるとボルドーやワインレッドのように深みのある赤色ネイルがやりたいなっていう方も多いと思いますので少しでもご参考にしていただけたら嬉しい 是非動画の方最後までご覧くださいそれではどうぞということで「100均ジェルネイル」の中から集めた深みのある赤色ジェルはこちらの5色ですでダイソーにはこのような赤色は残念ながらなかったんですがキャンドゥからはこちらの3色ワインレッドダークレッドボルドそしてセリアからはバーガンディローズピンクこちらの2色がありましたでは色味の方を詳しく比較していきます まずこちらのキャンドゥのワインレッドから見ていきますこちらの方ボトルにも書いてあるんですがハーフクリア透け感となっていますこちらのチップの方2度塗りしてあるんですがこのように ちょっとこうやって透け感があります。この透け感がね、すごく可愛いんですよね。色味もこんな感じでシアー感がある分、重たくなりすぎないような赤色で、リンゴ飴のような透明感と程よい深みがすごく可愛い色合いです。こうやって色味を比べると、このワインレッドはですね、セリアのバーガンディに色味が近い感じがあります。こちらの左側がキャンドゥのワインレッドです。で、こちらがセリアのバーガンディなんですが、ちょっと色味は近い感じがありますよね。透け感は やっぱりこのキャンドゥのワインレッドの方があるんですけど色味がこの5色の中では近い感じがありましたワインレッドの方が赤にちょっと黒を混ぜたようなワインレッドでこのバーガンディの方がちょっと赤紫がかってるような感じはありますでは続いてこちらのダークレッドですこちらはここにグリッターって書いてあるんですがこちらはラメの入っているタイプになっています光に当たるとキラキラっとこのように赤色のラメが輝いて綺麗です このチップには2度塗りで仕上げているんですが薄く一度塗りをすると少し透け感のあるような赤色で黒っぽくかなり深みのある色合いなんですが光を通すすよよううなな透明感も感もじられるようなお色です今回集めた5色の中では一番黒っぽいような赤色をしています。 次はこちらのボルドーです。こちらのキャンドゥーのボルドーはラメや透け感もないような色合いです。紫がかったような深みのある赤色でなんか大人っぽい雰囲気があってすごく綺麗なカラーです。ラメ感や透け感がないカラーっていうとこちらのセリアのバーガンディなんです。こちらのカラーと比べてみます。パッと見るとキャンドゥーのボルドーの方がちょっと深みが強いですよね。で、こちらのセリアのバーガンディの方が比べると明るい印象があります。 紫がかったような赤色なんです。より黒っぽい深みのある赤色がいいなっていう方は、このキャンドゥのボルドーがいいかもしれないです。深みがありつつもそこまで暗い色じゃなくてもいいよっていう方はセリアのバーガンディがおすすめです。こちらはセリアのバーガンディです。こちらのチップには二度塗りで仕上げているんですが、ほぼ透明感はないと言ってもいいぐらいの透明感なんですが、よーく見ると若干下の層が透けて見えるような感じがあります。これもすごく 落ち着いいいいた赤色色でで大人っぽい雰囲気がありますすすこれもすごい良い色ですよね次はこちらのローズピンクです。セリアのローズピンクなんですが、こちらはマグネットジェルとなっています。こちらの動画の方でも詳しくご紹介しています。マグネットがなくなった部分がこのように深みのある赤色で、これもすごく綺麗です。このマグネット粒子のある部分は、ふわーっとしたピンク色の輝きになっているんですが、マグネットの粒子を移動させていくと、深みのあるワインレッドのような 赤色が出てくるんですこの色合いもすごく綺麗なのでおすすめですこんな感じで100均ジェルネイルの中から深みのある赤色を5色集めて比較してみましたお好きな深みのある赤色ありましたかどの色もすごく可愛くて綺麗な赤色ですよね皆さんが求める赤色がこの中にあるといいなと思います次はこちらの5色を使ってこんな感じのデザインをやってみました どれもですねとても簡単にできるんですとても可愛いのでぜひご覧くださいでは順番にデザインの方ご紹介していきますまずはこちらのデザインからご紹介しますこの透明感のある深みレッドの中にこうやって詰め込まれているキラキラ感がすごく可愛いデザインですこちらのベースカラーはキャンドゥのワインレッドこちらを二度塗りして硬化しています次はこちらのキャンドゥのダークレッドを使いますハケに取るジェルの量は少なめにします で、これをですね、中央にぼかすように塗っていきます。このカラーもですね、先ほどご説明した通り、透明感のある色合いなので、じゅわっとぼかすのがやりやすいんですよね。でこんな感じで、ポンポンポンと周りを少しぼかすように塗ったら、硬化します。 次はこちらのホログラムを埋め込んでいきます。ちなみにセリアの方で購入しました。アートのホログラムなんですけど可愛いいですよね。これ先日セリアに行った時に見つけたんですけど他のカラーもあったんですけど水色っぽい感じのものですとか黒そしてゴールドあとピンクね。 この5色があったんですけど、これまた改めてご紹介しますで。今日はこちらの赤色のホログラムを使っていきます。あとはこちらのグリッターパウダーの今回はこちらのちょっとゴールドっぽい色合いを使っていきます。では、のり代わりにベースジェルを塗っていきます。のり代わりに塗ったらハートをのせます。 ね、かわいい大きいハートと小さいハート2つのサイズがあるんですけどこんな感じでのせますあとホログラムものせていきますでこのホログラムもサイズがいろいろミックスされて入ってるのでちょっとバランスよくのせたいものを拾ってのせていきますこんな感じで、まあ、大きいのと小さいのが あると可愛い,いですよねこんな感じでのせましたで、のせれたら硬化します先ほど塗ったダークレッドをもう一度使っていきます同じように刷毛に取るジェルの量は少なめにしてこのホログラムの上にカラーをかぶせて塗っていきますで、そうするとキラキラ感がちょっと抑えられた感じになってこのちょっとね閉じ込められたキラキラ感がすごく可愛くなるんですよねなのでこんな感じで ホログラムの上に重ねて塗っていきます塗れたら硬化します今回はセリアのこちらのスタッツミックス先日ネイル工房で購入しましたこちらのパールを使ってアートしていきますベースジェルをのり代わりに塗っていきますついでに凹凸も綺麗に整えたいので爪全体に塗っていきますパールとスタッツはのせますはい、のせれたら硬化します では仕上げにノンワイプトップコートを爪全体に塗って硬化します。はい、これで完成です。この透明感のある深みレッドの中にハートのホログラムがキラッとするのがめちゃくちゃ可愛いです。このデザインは実際に地爪の方にもやってみました。こんな感じです。ホログラムを中に埋め込んだことで奥行き感もあって綺麗です。 このキャンドゥのワインレッドとダークレッドを組み合わせると、このようにじわっと色づく深みレッドのチークネイルのような色合いになって可愛いですよね。人差し指と小指はフォロを埋め込まずにやってみたんですが、このダークレッドのラメがさりげなく輝いてこれもすごく可愛いです。なんかリンゴ飴のような透明感とこの色合いが個人的にすごく気に入っています。 この透明感のある深みレッドに閉じ込められたキラキラ感がとっても可愛いので皆さんもぜひやってみてください。次はこちらのアートをご紹介します。大人っぽい雰囲気もあってクリスマスネイルにも合いそうなデザインです。こちらのベースカラーはキャンドゥのボルドーを二度塗りして硬化しています。この後やっていくジェルはノンワイプタイプのものを使っていくので先にノンワイプトップコートこちらを爪全体に塗っておきます。塗れたら硬化します。 セリアのアイシングジェルラメゴールドを使います。これでラインを描いていきます。 ラインがかけたら硬化します。では、セディアのこちらのスタッツとストーン、そしてネイル工房で購入したこちらのパーツを乗せていきます。キラキラのストーンも乗せていくので、ネイル工房の微重ペンを使ってつけていきます。このストーンを乗せたいところに、ちょんちょんと糊代わりにして、ストーンを乗せます。そうすると結構しっかりとストーンが固定できるので、微重ペンについて詳しくはこちらの動画の方でご紹介していますので、まだご覧になっていない方はぜひチェックしてみてください。 で、ビジューペンをのり代わりにパールとストーン、あとスタッツをのせますはい、のせれたら硬化しますパールとかスタッツって結構塗装が剥げやすかったりするのでもう一度このビジューペンでコーティングしておきますどうしても生活してると あのすでてこのコーティングがなくなってしまうんですよねなのでこちらはジェルでもう一度固めますで、こういうキラキラなストーンは上から塗ってしまうと輝きがなくなってしまうので上からは塗らなくても大丈夫ですこのジェルでのせるとしっかりと固定できてたのでこんな感じで 大丈夫ですこれで硬化しますこれで完成です深みのある赤色はこのようにシンプルなデザインでまとめるとさらに大人っぽくて素敵な雰囲気になりますよねこのアートを薬指とかに1本だけアートするだけでもアクセントになっていいんじゃないかなと思いますまた他の指にはベージュ系のヌーディーなカラーと組み合わせても大人っぽくて品のある雰囲気にまとまりそうです次はこちらのアートですこのサクランボアートめちゃくちゃ可愛いですよね ではやり方をご紹介します。ベースカラーはキャンドゥのアイボリーを2度塗りして硬化しています。さくらんぼにはこちらのダークレッドを使います。このダークレッドをですね、ちょっとパレットに出しておきます。さくらんぼは爪楊枝のこちらを使って描いていきます。こちらにジェルを取ります。これを丸くくるくるくるっとお好きなさくらんぼの大きさでいいんですけど、 こんな感じで丸を描いていくだけです。こんな感じで2つの丸が描けたら硬化します。あと空いているスペースにですねちょっとバランスを見ながら丸を付け足していきます。丸を追加してはいこんな感じでなんとなくあの丸を描けれたら硬化します。 後からミラーパウダーをすりたいので一旦マットに仕上げます。どんなマットコートでも大丈夫なんですが、ミラーパウダーがサッと払えるように今回はネイル工房のノーミラーを使っていきます。爪全体に塗れたら硬化します。では次はセリアのアイシングジェルクリアーを使います。次は爪楊枝のこちらの先端を使っていきます。この先端にアイシングジェルを取ってらんぼのヘタを描いていきます。 はい、こんな感じです。ちょっと仮硬化しながらヘタをどんどん描いていきます。で、今回、つまようじを使ってやっていますが、もちろん細い筆でも大丈夫です。やりやすい筆がありましたら、そちらでやっていただいても大丈夫です。ない方はこうやってつまようじでもできるので、やってみてください。はい、こんな感じでできたら硬化します。次はミラーパウダーを吸っていきます。今回使うのはネオコレクションのミラーパウダーで、ブロンズを使っていきます。こうやって。 吸っていきますかわいいパウダーをはいます次はノンワイプトップコートを爪全体に塗って硬化しますしっかりこのミラーパウダーもコーティングできたら硬化します硬化しましたもうこの時点ですでに可愛い,いんですがこのさくらんぼをですねさらにぷっくりさせてさらに可愛くしていきます もう一度こちらのセリアのアイシングジェルクリアーを使います。爪楊枝にジェルを取ったら、このさくらんぼの部分にこうやって丸くぷっくりとのせていきます。こういう感じでくる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 っとのせると綺麗にのせれるんじゃないかなと思います。 地爪にやる場合はこのアイシングジェル結構硬化熱が出やすいので硬化熱を感じやすい方は何回かに分けてぷっくりさせるといいかなと思います一気に全部やってしまうとジェルが流れてってしまうので2つぐらい作ったら硬化するような感じで仮硬化しながらやっていってくださいではここで一度仮硬化します こういうさくらんぼってなんか難しそうに見えるけど丸を描くだけなので結構簡単でしかもむちゃくちゃ可愛いんですよねそうすごいおすすめ可愛い,いでちょっとぷっくりさせるだけで可愛さがなんか倍増するような気がしますちょっとさくらんぼの数を多くしてしまったのでこういう点の集合体が苦手な方はちょっと NG かもしれないですねこんな感じでぷっくりできたら硬化しますこれで完成です ダークレッドで桜んぼを作るとアメリカンチェリーみたいで可愛いです。ぷっくり感はお好みでやってもやらなくてもいいですが、このぷっくりとしたチェリーもリアル感があって個人的には気に入っています。桜んぼのモチーフを一つだけアートしても十分可愛いと思います。他の指は赤色にして、ポイントでこの桜んぼアートを取り入れてもなんか可愛くまとまりそうだなと思います。はい。では次はこちらのアートをご紹介します。 この深みのある赤色ってパールとの組み合わせがすごくよく合うんじゃないかなと思います。こちらのベースカラーはセリアのバーガンディを二度塗りして硬化しています。パールをのせていくんですが、こちらのネイル工房で購入したパールを使っていきます。ではベーストップをのり代わりに爪全体に塗っていきます。 大きさによってまたイメージも変わるんじゃないかなと思うんですがこちらのちょっと小さめのパールをのせてみますオフホワイトの色と真っ白な方と2色あるんですけど今回ちょっとこちらの真っ白な方のパールを使っていこうかなと思いますこんな感じで また点の集合体になってしまったんですが、すいません。苦手な方は可愛い。こうやってチョンチョンチョンって、なんかパールがあるだけですごい可愛いですよね。これで硬化します。あとは仕上げにノンワイプトップコートを爪全体に塗って硬化します。はい、これで完成です。パールを乗せただけのめちゃくちゃ簡単なアートなんですが、この深みのある赤色と組み合わせるとすごく可愛いです。これも12本取り入れるだけでアクセントとなっていいんじゃないかなと思います。 同じようにパールの代わりにゴールドのスタッツやラインストーンでやってもクリスマスっぽい雰囲気もあってこれからの季節にも可愛いいんじゃないかなと思いますでは最後はこちらのアートですこのアートはですね粘土ジェルを使ったアートで以前こちらの動画でもご紹介しているんですが今回はセリアのマグネットジェルローズピンクを使ってやってみました、はい、まずはこちらのローズピンクを爪全体に塗っていきます セリアのマグネットスティックを使って、この光を中央に集めていきます。上からこんな感じで当てて、中央に帯状のラインを作っていきます。今度反対を向けて、こちらも出ていきます。上からこうやって当てていくと、このように帯状に光が集まります。これで一度硬化します。でこれをもう一度繰り返します。もう一度爪全体に塗って、 磁石を当てていきます反対からも当てていきます幅はですね、これはお好きな幅で調整してくださいこんな感じでできたら硬化します次はセリアのクレージェルを使います 粘土ジェルがき付きやすいのでパレットにエタノールを出してちょっとこうやってつけておきます。粘土ジェルを取り出します。これぐらいかなこれをペタッとくっつけます。で、伸ばして形を整えます。はい、こんな感じで乗せたら、あとはこうやってクックックと後をつけていきます。 はい、これで硬化します。あとは仕上げにノンワイプトップコートを爪全体に塗っていきます。この粘土ジェルの家はせっかくのこの凹凸がなくなってしまわないように薄く塗っていきます。はい、塗れたら硬化します。はい、これで完成です。このローズピンクのマグネットでやるとこんな感じになりました。 角度を変えると粘土ジェルの下でマグネット粒子が綺麗に輝きますこのカラーもマグネットの内部分は深みのある赤色で大人っぽくっていいですよねすごく簡単なアートなんですがちょっと凝った感じに見せてくれますもちろんこのカラーだけでまとめてもいいですが他の指にはアイボリーやラベンダー系の色くすんだモーヴ系の色味と合わせてもおしゃれな感じにまとまりそうです こんな感じで深みのある赤色ジェルを使って簡単にできるネイルデザインを5つご紹介しました。 ボルドーやファインレッドのような深みのある赤色ネイルをやりたいなと思っている方に今回の動画が少しでも参考になったら嬉しいです。とっても可愛いのでぜひやってみてください。この動画が少しでも良かったと思った方は高評価の方をお願いいたします。100均ジェルネイルで簡単にできるネイルデザインをまたご紹介したいと思っています。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。